はい、こんにちは、116インズです。さて今回は選手の怪我についてお話ししていきます。以前というか去年ですが、不思議な理由、変わった理由で怪我をしてしまった選手について当チャンネルで特集したことがありました。野球選手、それも MLB でプレーできる選手となれば一流のアスリートなわけですから、体もかなり鍛えられていますし、普通の人と比べたらそうそう怪我をするような人たちではないはずなんですが、実際にはなんでこんな理由で怪我しちゃったのと思うような怪我をする選手もいます。前回上げた動画ではマッサージで怪我した選手ですとか、サンドイッチを作っていたら怪我をしてしまった選手ですとか、なかなか変わった理由ばかりでしたが、気になる方は概要欄に貼っておきますのでそちらをご覧いただければと思いますけれども、今月なんとそんな変わった怪我をしてしまった選手が3人も出てしまいましたので、今回はそちらについてお話していこうかと思っております。それでは見ていきましょうか。はい、まず1人目はインディアンスのザック・プリーサック。プリーサックは2016年ドラフト12巡目指名をインディアンスから受け、プロ入りした選手です。指名の順位からしてそこまでものすごく高い期待を受けていた選手ではなかったはずなんですが、そこはインディアンスの投手育成力といいますか、彼を見事に MLB で通用するピッチャーに育て上げまして、2019年から先発ローテーションの中で活躍しています。昨年は8先発ながら防御率 2.28、 ウィンザボーリプレイスメント 2.0 と先発としてはトップクラスの成績を残していますし、今季はここまで10先発で防御率こそ 4.14 と平凡ですが、これは4月14日と4月20日2試合連続でホワイトソックス相手の先発だったんですけれども、ここでちょっと炎上してしまったのが響いてしまった感じはありますね。この2先発を除けば防御率2点台ですし、5月13日のマリナーズ戦では7回までノーヒットのピッチングを見せたこともありました。インディアンスのローテーションを支える存在の選手、そんな立場の選手ではあるんですが、先日かなり変わった怪我をしてしまいました。フリーサックは5月23日のツインズ戦に先発しましたが、3回までパーフェクトながら4回にツインズ打線に捕まってしまい、ケプラーにスリーランを浴びるなどして一挙5失点で降板。これだけならただ炎上してしまった、そういう試合もあるよねと思うような登板内容でしたが、そこから数日経ってプリーサックが故障者リストに入ったことが発表されました。怪我の理由は利き手の右手親指の骨折なんですが、この怪我の原因はツインズ戦の降板後にシャツを脱いだ際に親指を机にぶつけてしまったことにあるそうなんですよね。このシャツの脱ぎ方もまた普通ではなかったようで、インディアンスのテリー・フランコーナ監督の言葉を借りればややアグレッシブにシャツを破ったそうなんですが、机に指をぶつけるくらいですから、なかなかのアグレッシブさですよね。幸い手術の必要はないそうなのでそこは良かったんですが、それでも投球を再開するまでには最低でも3週間程度必要だそうで、おそらく復帰までには1ヶ月程度かかってしまいそうな感じです。フリーサックは去年も遠征先のホテルから無断で外出し、プロトコル違反でチームから処分を受けたことがありましたが、2年連続でお騒がせという表現はあまり適切ではないかもしれませんが、ちょっと不本意な形で話題となってしまいました。続いて2人目はブレイブスのワスカル・イノアですね。2017年の途中にツインズからトレードで加入した右のピッチャーですが、2019年、2020年では MLB でさほど目立った成績は残せていません。しかし今季は4月7日のナショナルズ戦ダブルヘッダーで先発のチャンスが巡ってくると、この試合5回を無失点に抑えて、ここから先発ローテーション入り。ブレイブスはマイク・ソロカやマックス・フリードが離脱していたり、オフに獲得してきたチャーリー・モートン、ドリュー・スマイリーのピッチングが振るわない時期もあった中で、イノアがかなり頑張りまして、8先発で防御率は 3.09、 4月17日に6失点した以外ではどの試合もしっかりゲームメイクして、ブレイブス先発陣の半ば救世主のような存在だったと言えるでしょう。さらにイノアはピッチングのみならずバッティングでもインパクトを残しまして、満塁ホームランを含めてすでにホームラン2本、トータルでも17打数6安打とかなり当たっています。大谷選手の今季の活躍もあって、このイノアも二刀流のような取り上げられ方もしていましたね。投打にここまで充実したシーズン、このままいけばブレイクイヤーとなりそうなシーズンを送っていました。しかし5月16日のブルワーズ戦、この試合イノアは今季の彼にしては珍しく5回途中9安打5失点と打ち込まれてしまい、チームも敗戦。この登板の直前の2試合では7回1失点、6回1失点と徐々に長いイニングもいけるようになっていた中での乱調でしたので、本人にとっても悔しさはあったんでしょう。ただイノアはこの悔しさをぶつける方向を誤ってしまいまして、右手でベンチを思い切り殴ってしまったようなんですね。そしてこの判断はおそらく彼も後悔していると思いますが、最悪の結果を招いてしまい、イノアは右手骨折で最低でも2ヶ月の離脱という事態となってしまいました。
利き手でベンチや冷蔵庫を殴って骨折してしまう選手はまあたまに聞きますし、大体はプロ野球選手の力の強さもあって骨折とかそういったことにつながってしまうイメージがありますが、なかなかこういった怪我はゼロにはなりませんね。勝負の世界で生きる選手たちですので、うまくいかなかった時は人一倍悔しさが残るんだと思いますが、しかし今季の井上はここまで素晴らしいピッチングを続けていて、キャリア最高の年になりそうだっただけにもったいないパンチとなってしまいました。3人目、おそらくこれ以上に変わった理由もない怪我をしたのがアスレチックスのヘススルザルド。ルザルドはトッププロスペクトとしてアスレチックスの左のエースとなることを期待されている選手で、今季が23歳のシーズンとまだまだ若い選手です。2019年にデビューして12回を2失点とその才能の高さを見せつけ、2020年の新人王候補にも名前が挙がっていましたが、ただ開幕前にコロナに感染してしまい調整が遅れてしまうと、開幕してからもいい日と悪い日が交互に来るような不安定な内容で12試合で防御率 4.12、 悪いとまでは言えない内容ですが、チームとしてはもう一段上のパフォーマンスは期待していたでしょうか。まあコロナにかかって調整が思い通りにいかなかったという部分もおそらくあったでしょうし、今季は昨年のリベンジ、エースポテンシャルをフルシーズンで存分に発揮することに期待がかかりましたが、ここまで6先発防御率 5.79 と、むしろ投球内容は昨年よりも悪化してしまっています。アスレチックスが今季優勝を狙う上ではルザルドの力は不可欠と思われますが、今のところチームが期待していたピッチングからは程遠い状況です。そんな調子の悪いルザルドですが、5月1日のオリオールズ戦で3回6失点して以降登板がないままです。まあそれは怪我をしているので当たり前ではあるんですが、ルザルドは実はこの試合の前に自宅でゲームを遊んでいたそうなんですが、その際にゲーム中の出来事に怒ってとかそういった感情ではないということですが、何らかリアクションを取った際に机に指をぶつけてしまったらしいんですね。ちょっと腫れてしまってルザルド自身もまずいなとは感じたそうなんですが、チームとの相談の上ウォームアップ等も問題なかったことから先発登板自体はそのまま行って、試合の序盤も投げながら特に問題はなかったそうなんですが、ただ試合が進むにつれ投げることが難しくなってしまい、降板後の検査で小指の骨にひびが入っていたことが明らかに。そのまま故障者リストに入る運びとなってしまいました。ということで、なんとゲームで怪我をしてしまったルザルド。ゲーム由来の怪我は久々に聞きましたけれども、かつてタイガースで活躍したリリーフピッチャージョエル・ズマヤがギターヒーローの遊びすぎで腱鞘炎になった以来だと思うんですけれども、ルザルドが何のゲームを遊んでいたのかは不明なものの、リアクションをとって骨にひびが入るくらいですから、かなり思い切りぶつけたんだと思いますし、相当熱中していたんでしょうね。YouTube でゲーム実況されている方の中でも、いわゆる大パンをされる方もいらっしゃると思いますが、さすがに骨折したという話は聞かないので、ある意味プロ野球選手の力強さもこのエピソードによく表れているでしょうか。ルザルドにとって先発前のゲームはルーティーンの一つだそうで、これからはもう少しリアクションは控えめに遊んだ方が良さそうです。ちなみにルザルドは近々復帰予定です。ということで、1ヶ月間の中で起きた怪我の理由としては随分バラエティ豊かな内容でした。特にルザルドの怪我のインパクトといいますか、ゲームで怪我したとか何事だよと思いましたね。今季はどのチームも怪我人がかなり多い印象がありますが、まだまだシーズンも長いですので、皆さんどうか気をつけて残りのシーズンを戦ってください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。